まりです。今日は韓国に100店舗以上あるワッフルのチェーン店が新大久保にできたということで、こちらに取材させていただけることなどをレポートしたいと思います。今回紹介するワッフル館、新大久保にオープンしてまだ1ヶ月も経ってないんだけど、すでに行列がすごい大人気店です。ワッフルの種類も甘いのとしょっぱいの、しかもハーフサイズとフルサイズが選べて、いっぱいバリエーションがあって、どれにしようか悩んじゃいますね。早速食べていきたいと思います。来ました、ワッフル、いちごヌテラですね。すごい、写真撮っても可愛く映えて写りそう。まだヌテラまで届かなかった、ね、生地自体はそんなに甘さが強いとかじゃなくて、本当にサクッとして軽めの美味しいワッフルです。このヌテラの甘さとイチゴの甘酸っぱさと、でホイップクリームはすごい甘いホイップとかじゃないです。美味しい、これは人気ナンバーワンの理由わかります。めっちゃ美味しいです。コーンチーズ見てください、見て、すごい美味しそう、チーズいっぱい。これ今ハーフサイズですね。それではかじってみます。どこからかじろうかな、チーズあるか、はちみつみたいな、甘いソースも塗ってあって、しょっぱいチーズと甘いはちみつかな、すごい甘じょっぱくて美味しいです。ちょっと中までピザみたいな感じを想像してたんですけど、ちょっとねこの甘いのがかかってるから、おやつですね。食事系のコーンチーズよりもおやつです。続いてはこちらです。クリスピークランチなんですけど、これ私の一押しで、韓国のテジバーっていうアイスがあるんですよ。それと同じ味でクランチチョコとイチゴジャム入ってます。ちょっとね、口の周りが大変なことになる。いただきます。これ美味しい。クランチが入ってるからすごいザクザクな食感で美味しいです。口の周りも口の端っこ、ただ大口でかじるのが美味しいので、もう容赦なく言ってください。チョコフォンダン可愛いですね。いただきます。これはお店の方におすすめしていただいたチョコフォンダンです。これ食べやすいですよね。下に木のスティックがついててアイスみたいな食べ歩きしやすいメニューです。いただきます。これはチョコがしっかり甘くて美味しいです。私食べちゃったけど、写真撮ったらすごい可愛く写ると思います。このカラフルなチョコスプレーとかも。
ちらのお店、注文はタッチパネルでこんな感じで写真を見て選ぶことができるので、すごく選びやすいですね。いろんなメニューがあるので迷っちゃうと思います。でここでワッフルのハーフサイズかノーマルサイズかを決めてタッチパネルでタッチ、ドリンクなどもいろいろありました。会計は現金のみなのでカードが使えません。そこら辺はちょっと注意してくださいね。お店までの行き方は新大久保の改札を出て右側ガード下をくぐって横断歩道を渡るとすぐ右手にあるので迷うこともないと思います。隣の金パ屋さんも気になるので今度取材に行こうかなと思っております。これとある日の夕方ぐらいなんですけど、本当に人がたくさんいたので時間帯はかなり気にして行った方がいいんじゃないかな。じゃないとすごく並ぶことになると思います。というわけで今回は新大久保の駅のすぐ近くに来たワッフル館さんを紹介したんですけど、すごい人気なので、私結構開店直後に来たけどもうすでに列ができたりして、で多分おやつの時間帯とかは結構行列ができてるから並ぶのは覚悟で来た方がいいかもしれないです。でも味美味しいし、ここじゃなきゃ食べれないようなメニューが本当に多いのでぜひ来てみてください。で店長さんがね可愛くて優しい方です。そこもちょっと見どころかも。よかったら皆さん来てみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録、インスタのフォローもよろしくお願いします。アンニョン。今回結構いろんな種類のワッフルを食べたので、もちろんその場では全部食べきれなくて家に持って帰って食べたんですけど、出来たてはサクッとライトな軽い感じのワッフルで、家に持って帰ったらこの五穀の生地だからかもちもちになってて美味しかったです。食感が全然違いました。サクサクもいいし、家帰ってきてもっちもちワッフルで食べるのもいいし、2回楽しめましたね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。